さあ、ゾンル、また今日も遊んでいこうと思います。今、5面の最終ステージまで来てるんですが、えー、ステージ推奨パワー、真っ赤な字で、非常に難しいと、アナウンスされております。だから要はですね、運営側が、お前のその装備じゃダメだと、素直に潔く課金しろ、てめえバカって言われてるんですけれども、知らねえよ。こんなもん知るか、ワーニング日本語へ頼むわ。もうそういう気持ちでやってます、今。 やっぱね、ゲーマーとしては、難しいって言われた方がむしろ血が騒ぐんだよね。だから、あえて過酷な状況に身を置いてるみたいな。もう意地でも無課金で行くみたいな。600円払わねえぞみたいな。<laughs> たかが600円で固執しています。あ、やべえ、倒せなかった。シクリース村瀬ゾンビシクリース。あ、でもさ、あの爆発に飲まれると、ゾンビも死ぬから、 ここれ味方にできるかこいつまあ今は誰も周りにいないから倒すけどあやばい危機回避能力あえて倒さないっていう戦あでもこれはちょっと待って追いつかない追いつかないよやばい救急キットも使えないやばい単純おいおいちょっと待ってこれやめてくれよおやめろまあ非常に難しいねうーんアナウンス予報通り 予報通りでしたね。さあ、日にちをまたいでの挑戦となっております。デイリーギフトたんまりもらったことによって、能力の底上げに成功しました。えー、前回は非常に難しいっていう警告文、これがアナウンスされてたんですけれども、今回、難しいっていう黄色い5文字に緩和されてます。これによって、クリアの可能性っていうのが現実味を帯びてきたのかなっていうところで、ちょっと集中します。行くぞ。 単獣とね、ド M ゾンビ警戒なのよね。あ、これ5タップです。これ、これ5タップです。やっちまった。ちょいちょいやっちゃうんだよな。俺来てるな。単獣とド M のコラボランニング来たランニングランニングトッピー。ダブルランニングトッピー。単獣、マジうっとしいな。こいつ、こんなに嫌なキャラだったっけ割と優しい、優しい系だったんだけど、俺の中では。来てるー爆発許さないよ。 もうノーマルゾンビの攻撃なんてもうあれだわ。あ、やばいもうリスクヘッジだわ。食らってもいいよ、こんなの。ゲ太くん。ダブルゲ太くん。え、マジで行ってんのどこにいるそれはずるい。それはずるいよー、今の。やべえやばい,やーばい体力 13! オーシャーズ 13! え、これ終わったあ、ラスイッチもしかして。なんかクリアできた。なんかクリアできた。ごちゃごちゃを制した。 よし難しいだったらまだなんとかなるんだわ。じゃあ早速お手並み拝見といこうか。6の1。もう始まれからいきなり2万超えだからね、推奨パワー。戦闘力2万の男たち。あ、やべ、しくった !5 タップ。いや、ちょっと今ゲーマーの血がうずきすぎて本日2度目の5タップ手榴弾です。指スワイプするときにね、 間違って押しちゃうのよね。っていうかさ、ちょっと待って、シンプルに、シンプルに追い詰められてるんだけど。ゾンビたちが、癖、癖ないゾンビたちが、シンプル硬くてシンプル追い詰められてる問題、これ。始まりからこんな感じ、俺。いけるのか、俺 <laughs>。ちょっと待って。もう暗雲立ち込めてるんだけど。緑色のガスと共に。やべえ。いや、ヘッドショット狙える余裕がちょっとないなぁ。 っていうかさこのステージなんか以前やんなかったあれごめんもこんな感じのステージ構成だったら気するんだけどゾンビだけ固くして構成一緒ですみたいなそういうぬるい作りだったら俺はもうガチ切れよそれは切れて床殴るわうんそんぐらいのことしか今思いつかないなんかすごいことしてかそうと思ったけど特に思いつかないわよしよしよしライジン剣 あ、終わった。え、あっさり。あれ何不自由なくゴールできたわ。はい、おっぱい貫通。しゃあ。よしじゃ、続けてステージ5もこの調子でクリアしていこうと思います。まあ、このペース保てれば、今日中にボス戦いけるな。あー、これ市民助けるやつか。バカな市民を。助ける。結構難しいんだよな、これ。うまく当たんない。 どうせまたあれだろ途中でうずくまるんだよねこれね。一番危険なところで。ポールポジションで。なんでこの袋工事で立ち止まるんだろうか俺の方に来いよな。いや、アルマジロだったらいいよ。背中向けても。でもお前アルマジロじゃない。はい、背中殴られてます。でも無視します。あの村瀬ゾンビがやっぱ強いんだよな。爆風の火力が異常なんだよな。 いつやっぱ積極的に直さないとな、やっぱり。あー、やべえくーあ、俺まで食らうんだ。やばい。チェックシャツのおじいちゃん死にそう。チェック OG。これやばいな。追いつかねえデブがいっぱいいる。世の中肥満だらけ。肥満児。もうこれ、雷神剣使わざるを得ない。あやべえデブ王子のガスで死んだ、チェックシャツのおじいちゃん。 まあでも一人死んでもいいか。一人ぐらい。自業自得だよ。なんで俺動いたんだろ、これ。なんでポジション変えた <laughs> そして俺はミス、俺は見逃される。玄太君に。ああ、残り指を耐えろ耐えろっていうか逃げろなんでその場に居座るお前は助けたくありません。いや、これ来たな。ステージ5、最小難関。まあ一回ぐらい失敗したところでね、オイラ諦めないよ。 うーん、本当にそういう気持ちでやってます。ちょっとショットガン、積極的に使っていく戦法にちょっと変えてみます。まあ、ここら辺適当でもいいだろう。別に。さあ来た。ポールポジション。うずくまります。おっしゃ、じゃあケツ出せ。もうケツに俺がショットガンでぶち込んでやる。ある種さ、市民救出するためにはさ、俺が生きのに止めてあげるのもいいかもね。そういう気持ちはあります。 ゾンビに食われるよりかは、銃で頭一発で吹き飛ばした方が楽だろう。うん、そういう気持ちはあるね。てかさ、なんか、クニクニしてるのイラっとくんだけど、あいつら。あの、<laughs> チェックシャツのおじさん。そのままじっとしてよ。ちょっとクニクニお尻プリプリしないでや。誘ってるのか俺を誘ってるのかちょっとっやばい、やばい。ふざけたこと言ってる暇ない。危ねえ。あの爆風、ほんと危険なのよな。村瀬。 ここはちょっと一発。よし。で、変えてと。わわ、来てるか。左も。さあ、ポジションチェンジ。こっからです、本番。なんでポジションチェンジするんだろう。でも、この時の時点でもうさっきはチェックシャツのおじさん死んでたから。やべえ、追いつかねえ。まあ、さっきよりかうまくいってら死んだい。あ、でも残り2秒。残り2秒。残り2秒。耐えろ。 よし危なかったはい、全員救出。よし。被害総額ゼロ。よし。オッケーオッケーオッケー。さあ、いよいよ、あとステージ3つクリアしたら、ボス戦っていうところまで来ました。まだ現状黄色信号なんで、まだなんとかいけるかもしんないわ。わー、でも頭に何発打ち込んでもこんな感じか。硬いな、頭。頭が頑固。 物理的に頑固。やばい、ランニングタンク突破アッスダブルランニングタンク突破アッス開幕いきなり追い込まれてる。やばい、もう体力が半分切ってる。シンプルに強いな。あれこれ本当に黄色信号ですかこれギリギリの黄色信号説あるね。赤に限りなく近い黄色っていう説あるね。さあ、次に見えてくるのは ああ、タンツボか。タンツボ小僧。で、ラ、ダブルランニングタンクトッパーズ。裸足で駆け出す。俺たち。よろしくお願いします。ああ、たまじかー。あなたに会いたくない。聖子ちゃん死ぬ前に、死に際に最後に見た光景が、4匹のコウモリのお腹でした。 コウモリステージ来たか。そっか、ここか。いや、これいけるかな。ちょっと待って。これは心してかからないといけないぞ。序盤体力あんまり削られたくないな、だとするならば。ちょっとリロード、リロード時間長くない本当に。追いつかない。追いつかないんだけど追いつかないですよ、これ絶対に。赤字。今んとこ赤字です。 いや、これ救急機能使わざるを得ないな、絶対間違いなく。傷だらけの状態でコウモリ戦臨むの相当難しいと思うんだけど、これ。さあ、こっからです。問題はこっからです。さあ、来た !4 匹でも4匹以上出てくるの知ってんだ、俺は。さあ、いっぱい噛まれてますコウモリウィルスゾンビウィルスの世界じゃなくてもコウモリに噛まれたら絶対にやばいです。 絶対にやばいと思います。回復して。うわあ来てる来てる。ちょっと待って、やばい。やばい。しくったー。しくったー。あー、2匹目出てきた。2匹目出てきたよー。いっぱいいっぱい出てくる4匹目も、こんにちは。あ、後ろにまだ控えてるまたコウモリのお腹エンドかよー。ちょっと待って、これ、今の俺じゃあ無理だな、これ。ちょっとデイリーギフトに頼って、一旦ここはお開きにしようと思います。 明日また強くなろうと思います。今回はお開き。